はい、迷い子チャンネルです。チャンネルです。どうしたっすか。びっくりした。チャンネルです。すいません。本日ははい、なんか道屋さんが撮りたい動画があるって聞いたんですけど、今日何をするんですか。食べ方が変って言われたんだよね。食事とか食べ物ってこう時間の合間合間に撮るじゃないですか。結構食べるの早いんですよ。だからその食べ方を見てね、あのメンバーさんにすごい大笑いされたのと、食パン食べるんですけど、はい、それにつけるものがね、ってよく言われるんですよね。変だと思わない、効率いいと思うんだけども。効率じゃあ用意してもらっていいですか。はいはい、じゃあまず何からいきますか。何からいきますか。チョコ。あ、チョコ、うん、食べていいんですかね。はいはい。なんかさ、時間ないときはさあれじゃない、これさあ、ちゃんと、あ、綺麗に折れなかった。どうしようね、こんな感じでさ、まとめて食べちゃう。普通じゃないですか。あ、これ一気にいったらやばいですね。いや、いつも通り、いつも通り。あ、いつも通り。まあそんなにそんなに重ねて食べるっていうのは、うん、まあいるかわかんないですけど、うん、なんかね、ちょっと待ってね、口に入ってるから待ってね。まあ割ってね、割って食べるか、まとめて、まとめて食うってことですか。うん、でなんかね、みんなちょっとずつしか食べないんだって。まあでもそういうもんじゃないですか。そうなの。で一回に全部食べちゃうんだよね。ちょっとずつ食べる方が、うん、ほらゆっくり味わって食べれるじゃないですか。まあ時間がないからね、早く食べたいから道屋さんはその食べ方してるっていうか、いいですか。うんうんうん。じゃあ次、次、お腹いっぱいだちょっと。はい、パンがありますね。食パンね、ですね。はい、で、ね、これどうしよう。じゃあ先に2つ食べ方があって。あ、2つ食べ方があるんですね。うん、時間があるときはこう食パンだけ何もつけないで食べるんだけど、はい、つけて食べるときがあるんです。で、つけて食べるやつの方からいきますね。つけるのはこのマヨネーズとお砂糖です。普通でしょ。マヨネーズだけをかけるんだったらわかります。あ、そう？砂糖をかけるだけだったらわかります。あ、そう？二つは一緒には食わないかな。あ、そうなの？うん、で、これをね。結構かけるな。え、そう？よいしょ、よいしょ。端っこの方ね、硬いからね。綺麗にね、いっぱい塗っとこうかなみたいなね。これさ、マヨネーズやばいよね。やばいよね。で、これにこれ白砂糖ね。あ、サラサラがいいな。これも結構かけるな。え、そう？色が変わってない。ピー。え？なんかパッと見はそんなに。フレンチトーストみたいな見た目にはなってますね。フレンチトーストなのかな。はい、出来上がりで、時間がない時ですよ。こう何もつけなくてよくて、で結構飲み物もそんなにいらなくて、ね、いらないからもうつながってきて、ね、本当にもうごめんなさい。これで食べます。普通でしょ。僕がちょっとだけ食べますね、それ。おお、すごい、バッチリですね。じゃあいただきます。召し上がれ。もうなんか見た目はね、ちょっとあれですよ。思ったより、うん、まずくはない。まずくトーストしたら美味しいかも。
個人的なあれですけど、うん、めちゃめちゃ美味しいかって言われると、うん、まあよくわかんない、うん、それは好みがあると思う、うん、これは僕の好みだと思うんですけど、可能性は感じました可能性ねこいつの多分焼いた方が美味しいんだと思う。好きな人は好きなんだろうな。食べられなくはないですよね。でも多分焼いて食べてるのかな多分。でも焼くのが苦手なのでこのまま食べますけど、食べ方に関しては、はい、まあ忙しい中に食べてるっていう時の食べ方だから、うんうん、まあ、そうなるかって感じですね。そうですね。多分なんか食にね、多分あまりこう興味がね、ないというか、もう食事はなんか動くために入れるみたいな、そういう感覚があるからなのかもしれないですけどね。じゃあね、はい、この食べ方と食べ合わせに共感した人はいいにしてください。いない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 。なんか自信がある。なかなかいいねは来ないぞ。うん。じゃあ今日はこれで終わります。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。